はい、皆さんこんにちは、タートルです。古い脂肪は取れにくい、そんなこと聞いたことありませんか？長年なかなか取ってない脂肪というのは脂肪がなかなか取れなくなってしまうんです。今回は胴体部分、ウエストのくびれを作るために大切なワンサイド弁当を紹介していきます。今回のメニューは立って体を横に振るだけです。誰でもできるメニューになってます。1回でウエスト3センチぐらい引き締まります。継続的に行うことでどんどんウエストが引き締まっていきます。今日も一歩前進しましょう。足を肩幅より少し開いてもらって、手は腰、片足、かかとを上げて体を真横にひねる。これを左右行っていきます。膝はまだ曲げないでください。だんだん辛くなりますので頑張っていきましょう。体を横にひねります。できればこの時に息をふー吐きながら体を倒してください。こうすることで体を倒した際に下がる骨盤を高く保てれます。要するにしっかりウエストを縮めることができます。 OK。 今度はちょっと足を狭くしましょう。これで行います。ちょっと難しくなります。体はしっかり真横です。頭を倒すんではなくってしっかりね、肩を下げる感じで倒れてください。膝は曲がらないように、足狭くしていくことでしっかりねウエストをねくびれさせることができます。もう一回り狭くします。ちょっと難しくなります。膝が曲がらないようにできるだけ足開いた時と同じぐらいかかと上げて、これでねしっかりウエストがね使われてます。骨盤の歪みもね調整できてます。もう一回足を開きましょう。今度はクイックに動きます。かかとを上げてクッ、キュッとね息を吐きながら、早くね収縮させる感じです。しっかりかかと上げて、周りちっちゃくします。すでにくびれができてます。肩が難しいよって方もねだんだん慣れてきますので、骨盤が整えば同じように左右動きます。腰痛改善なんかでもねこれはすごくおすすめです。OK。 もう一回り狭くします。これラストです。ちょっと難しくなりますけどね最後は。腰痛いようにしてもね肩こたも痛いようです。まだこれ初日と思いますので、これを2日に1回とかねお風呂上がりにやっていくと確実にくびれがねできています。くびれてる部位が違うよってちなみにおすすめ。 OK。 お疲れ様でした。今回のメニューをすることで必ずウエストが引き締まってます。今鏡でチェックしてみてください。いつもより引き締まってると思います。
そしてくびれてる部分が違う人って結構多いんですけど、そういった方にも今回のメニューはおすすめです。頑張ってやってみたよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。